私立ガンブレ学園。ガンプラの制作およびガンプラバトルに特化した人材育成を目的とした大規模学園都市計画の一翼を担う学園である。生徒たちは皆ガンプラを愛し、互いに切磋琢磨することでその技術と精神を磨き上げる。言語や文化の壁を越え、ガンプラが世界中の人に愛されるようになった今日において、この学園都市における成果が日本の未来を占うと言っても過言ではない。そのガンブレ学園の前に一人の転入生の姿があった。希望に輝く瞳、あふれる情熱に胸の高まりを抑えきれない。その手から生み出されるガンプラはいかなる伝説となるのか。ガンプラビルダーの物語が今始まる。君、もしかしてやっぱり覚えてない？小学生の途中まで一緒だった三神楽ゆいだよ。あの頃よく一緒にガンプラ作ったりバトルしてたよね。懐かしいな。あの時は私の方がお父さんの仕事の都合で引っ越しちゃったけど、こうしてまた会えて嬉しい。そっか、転入生って君のことだったんだ。確か1個下だから2年生だよね。私は3年生だからお姉さんってことで。久々に会ったけど、期待させてくれそうっていうか、きらめきを感じるっていうか、この感じきっとニュータイプよ。人類の新たなる革新。ごめんなさい。ちょうど最近ガンダム X を見直してて、今日も結局朝まで。その君の冷静なツッコミもね。君みたいに外から来た人がこの学園を、世界を変えていくのかも。意味がわからない。今はそれでいいの。私も負けないように頑張るわ。それじゃあ何か困ったことがあったら相談して。私の方がお姉さんなんだから遠慮せずにね。いっけない、ホームルーム始まっちゃう。君も職員室に急いだ方がいいんじゃない？またね。あ、そうそう、忘れてた。私立ガンブレ学園へようこそ。私が君のクラスの担任、相田シエよ。これからよろしくね。知っての通り、ここ私立ガンブレ学園は世界でも有数のガンプラバトルに特化した学園なの。組み立てから塗装、改造、仕上げまで、ありとあらゆるガンプラに関する技術が学べるわ。もちろん実践もね。残念ながらいつでも好きにバトルできるというわけではないのだけれど。そうそう、君以前住んでたところではガンプラバトルの大会で優勝したこともあったんでしょ？この学園のレベルも高いわよ。頑張ってガンプラバトルのさらなる高みを目指してね。はい、みんな静かに。皆さんお待ちかねの転入生です。自己紹介よろしくね。仲良くしてくださいね。ちなみに彼はガンプラバトルの経験があるそうですよ。マジか、どのぐらい戦えんのかな。この学園に来るぐらいだから結構自信ありって感じ。というわけで、わざわざ普通の教室じゃなくこのバトルルームに集まってもらったということは、ということはミッションでその実力を見せてもらいます。おお、彼
のパートナーは。そうね、コーラさん、お願いできる？わかりました。クラス委員長のコーラいおりです。よろしく。委員長がパートナーか、いいな、羨ましいぜ。あんた知らないの？委員長バトルになると。準備はいいですか？私はいつでも。それでは早速始めましょう。ミッションスタート。あなた、ガンプラバトルの経験があるらしいですね。とはいえ、この学園のシステムだと勝手が違うこともあるでしょう。念のため、基本の操作だけ教えておきます。基本中の基本だし、教えるまでもなかったかしら。では次に行きましょう。武器による攻撃です。攻撃は最大の防御。あなたもそう思わない？さあ、これで最後。EX スキルはわかる？十分よね。敵やコンテナを破壊し、パーツを奪い集めていく。それがこのバトルの真骨頂。もう我慢できない。早く出撃しましょう。全部私が片付けてあげる。さあ、バトル開始よ。よりどりみどりだわ。ゲージの開始、どこから潰そうかしら。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。さあ、行きましょう。この場を支配するのは私たちよ。Oh, my God.
そうかしら。そこまで。2人とも素晴らしいバトルでしたね。コーラさんも楽しそうでしたし、ビルダーパーツのセッティングが予想通りに機能したからです。それにしても2人とも強かったよね。委員長、ランキングの順位は2年ではトップクラスだよね。転入生も結構上位狙えるんじゃない？くっそー、僕もバトルしたい。みんなそう言うと思ってました。なので特別に今日は自由にガンプラバトル OK です。もちろん生徒会の許可も下りてますよ。ランキングにも影響ありません。おお、やったー。俺どのキットで行こうかな。僕の超改造したジオングを見てよ。それなら私のクシャトリアだって負けてないんだから。不思議そうな顔をしていますね。ガンプラバトルのためのこの学園で、みんなただバトルができるだけなのにこれだけ盛り上がっている。その理由きっとすぐに分かりますよ。いいかしら。先生からこの学園の案内をしておいてほしいと頼まれたの。このあと時間ある？即断即決即実行、さっきのミッションといい、あなた期待できそうね。それじゃ早速行きましょうか。この学園は広いから迷わないように、ファンネルみたいにちゃんとついてきて。ここはさっきも使ったバトルルーム。オンライン端末でガンプラバトルができるわ。ただし